하나님께서 일본을 통째로 전도하라고 그런 비전을 나에게 주셨어요. 한 번도 본 일이 없는 알지도 못한 知らない 여러분을 사랑하기 때문에 저희들의 열정은 처음보다 더 강렬하게 불타고 있습니다. 결코 식지 않았습니다. 頼まれた時に一緒に福音を終えるっていうことはとっても楽しいことで、私の教会だけじゃなくてね、全国の教会あるいはこう時には世界でも見ておられる方々と共有できるのはとっても嬉しいことだと私は思っているんですけど、しかし毎回今まで33本でしょうか、もう本当に一本一本がですね恵まれたメッセージとなってまして、これは私の今までのそのメッセージを作った宝になりましてですね、できる限りですね、許される範囲で続けさせていただくことが本当にあの恵みの大きな要因だと思っています。2006年放送という驚くべき宣教の方法を通して開局した日本 CGN テレビは、日本と韓国、また教会と教会をつなぎ福音の通り管となりました。10分メッセージ御言葉に聞くを通して47都道府県をつなぐネットワークを築き上げ、現在約1800の協力教会と2000名以上の牧会者とともに働きに仕えています。去る10年間日本の教会と信徒の方々の祈りと献身により神様の夢を実現した日本 CGN テレビは、教団教派を超えて日本の教会が一つとなることを願っています。家族のようなものでもあると思いますし、まあ、大切なあのお友達、また素敵な先生、そんな感じで CGN のことをいつも思っています。自分が受けたものを本当にまだ神様のことを知らない人たちに、本当に必要のと感じている人たちに少しでも本当にアプローチしていけたらいいなっていうのをすごい思わされます。同じ国の言葉なのでやっぱり励まされるし、自分にとっても分かりやすくて神様が近いなっていうふうに思うことができて、 CGN テレビは私にとって斬新で貴重なものです。日本 CGN テレビでは様々な分野で活躍している人々の人生の証や、クリスチャンの教養、次世代のための番組、共に主を称える賛美のプログラム、ドキュメンタリー、セミナーなどの多様な番組を制作し、視聴者の方々の信仰の深さ、広さを満たすことができるように努力してきました。人生の大きな変化があった時、一歩踏み出す勇気をくれたのが CGN テレビだったと思います。福岡の小さな田舎町にいながらも日本全国とまた世界とつながっているような、その世界観っていうのを CGN テレビを通して培うことができたなって、はい、教会に行きたくても仕事で行けない、その中でその CGN TV が僕の霊的な部分での守り、強めてくれたということが、 CGN テレビは私の心の支え、大きな励まし。毎朝朝起きた時に必ず何するよりも先に CGN TV を見ると、僕の人生のエネルギー源、はい、まあ、これがないと走れませんっていうそういうものですね。 CGN TV は어느한교회나개인의소유가아닙니다。하나님의소유요。사명을받은기관입니다。부족한부분은또협력해주시고지도해주시고인도해주시기를바랍니다。 CGN TV 가일본선교를위해쓰임받을수있도록저희가힘써노력하도록하겠습니다。
これからは10年の時間を超え、世代と地域の壁を越え、もっと遠く、さらに近くへ、神様の愛が届くよう、心を一つに結び、一つの信仰の中で、共に恵みの道を歩んでいきましょう。